はい、DIG です。今日はちょっと、なんかジングル的なもんがあったら、いいなと思って作ろうかと思ったんですけど、あ、そういやなんかロジックに入ってたよなと思って、このジングル、このね、ロジックもともと入ってるんですよ。このギターとかピアノとかビートとか、まあビートね、僕よく使うんですけど、こうジングルっていうのが、あ、そういやあったなと思って、で、ジングルで探してみたら、これなんか、このなんかヴィンテージニュースとかっていうの、これね、結構ね、ロングとミディアムとショートとかあって、で、いろんなあるんですよ。こんなとか。あ、そうそう。で、ちょっと、もうちょっとこれ、あれかな。ちょっとね、なんか良さげなやつを。この後がかっこいいですよね。はい、DIG ですとかっていうね。これかっこいいですよね。こんな、なんか、あ、こんなとかもあるんですよね。これショートとかかな。ね、このジングル、これね、多分普通に商用利用可能なはずなんですよ。だって、もともとだって音楽作るための、ループとか なので、だから多分普通に YouTube の、YouTuber の人も、ジングルで使えるんじゃないかなと思うんですよね。結構ね、かっこいいのいっぱいあるんですよ。で、こんなんとかね、なんか、これなんかどっかで聞いたことありますよね、これね。なんだろう、あれかな、なんか多分俺これ DTM の、YouTube の DTM のなんかあれで聞いたことあるな。あれかな、スリップフリックスとかなのかな。なんか聞いたことある。ね、これとかなんか、ね、今風でかっこいいじゃないですか。なんかこんなんとか結構使えるなと思って。でね、そのジングルだけじゃなくて効果音とかもあって、効果音はね、こういう。はい、どうも、DIG でーす。とかね。DTM とかあって、こう、なんかこういう、なんかいろいろな、こういうコンピューター。あ、これなんか、これもなんかよく聞きますね、これね。こういうのとか、結構ね、効果音とかジングルいっぱい入ってて面白い。ちょっとパパパーっと見ただけで、これぐらいあれ、あったんで、多分これじっくり見ればね、もっと面白いのあるのかなと思うんで、ちょっと今後探していきますね、僕もね。はい、というわけで、ちょっと新しいシリーズを考えついたんですね。学校では教えてくれない音楽ということで、まあなんか、なんていうんですかね、音楽の授業って義務教育で僕、義務教育しか受けてないですけど、正直何も、なんか残ってるかって言ったら、8分音符とかも、その、どういうものだったかって言われたら、僕、最近本当勉強し直したんで、わかりますけど、正直それまでは8分音符とか言われても、うん、なんだっけ8分音符とかって、全9、あ、まあ全9分ぐらいわかるのかな、うん、とかっていうレベルですよね。で、そもそもその音楽自体を、その勉強した記憶がもうほとんどないというところで、なんですけど、みんなやっぱ、ね、生活にほぼ密着してるじゃないですか、音楽って。で、なんか、こう、いっぱい知らない言葉もたくさんあるし、なんかね、学校でもうちょっと教えてくれればいいのになとか思いながらやってたら、あ、まあ YouTube があるじゃんと思ったんで。で、なんかこう、いろいろ学校では教えてくれないなんとかってよくあるじゃないですか。お金の話であったりとか、まあお金の話とかもね、なんか、したいなとも思ったりもするんですけど、まあまず、ちょっと DTM っていう素晴らしい、音楽の、その、なんて言うんだろう、
ジャンルではないかな、音楽を作るための仕組みがあるんですよね、素晴らしい DTM。 それって学校でもちょっと教えてもいいんじゃないのかなっていうぐらいのものでも、なってきてるので、なのでちょっと、なんかそんな感じのやつを動画を作ってみたら面白いかなと思って、ちょっと今やってみてます。で、今日もちょっと、僕は音楽を作ってて、まあ、なかなかいいのが、できたんで、ちょっとそれを、バックミュージックにしながら、まだこれ完成じゃないんですけどね、なんとなく構成ができたんで、ちょっとそれをバックミュージックに、しながら喋っていこうかなと思うんですけど、こんな感じのね、まあ、ハウス的なものをちょっと作ったんですけど、これ後で全部流しますね。はい、で、まあ、実際この今作ってる曲とかっていうのも全部作ったのはこの DTM ってやつですね。これあれかな、ちょっと拡大しましょうかね。DTM とはということで、まず、デスクトップミュージックの略なんですよね。 D デスクトップ T ミュージック M DTM ってデスクトップミュージック、まあ要は、机の上、こうやって、まあ机の上に、パソコンとこういうキーボードなんかで、まあ、いや、音楽を作るっていうのですかね。まあ、これ和製英語ですよね。完全に。で、海外では、こうやってコンピューターミュージックっていうんですよね。コンピューターミュージックっていう雑誌があったりとか、まあ、海外ではコンピューターミュージックっていうのが、一般的ですけど、なんかもう最近ね、DTM でもなんか通じるようになってきたとかっていう話も、ちょっと聞いたこともあるようなないような感じなんで、まあまあ、でも、そこそこ一般的にはなってきてるのかなと思うんですね。うん。はい。で、じゃあ実際具体的に DTM、デスクトップミュージックって何なのっていうと、もうほぼこれに尽きると思うんですよね。DAW、このデジタルオーディオワークステーションっていうんですけど、まあ要は、このロジックも その、一部ですね。あ、一部っていうか、まあ、ロジックもそのデジタルオーディオワークステーションっていうものなんですけど、要は、デジタルで、オーディオをそのワークするステーション、そういうことなんです。あのデジタル、要はパソコンを使って、オーディオ、音楽、あと音ですよね。音声とか、まあ、要は音、波形、まあ、波形はちょっとあれかな。オーディオ。要は、まあ、難しいな、これ、説明する。デジタルを、で、まあ、オーディオ、データを扱って、ワーク、作業する、駅、ステーション。まあ、要は場所、まあ、ステーションですよね、うん。ワークステーションっていうのは、まあ、よくあると思うんですけど、まあ、要はこういうこと、そういうことですね。あのデジタルで全部、完結できてしまう、まあ、要はソフトってことですね。で、そのまあ、DAW っていうのは、その、まあ、要はデジタルオーディオワークステーションの総称なんですけど、まあ、今僕が使ってるロジックプロ10っていうのは、まあこれ Apple が出してるんですけど、で、まあこれはまあ Mac でしか使えないんですけど、で、あと有名なのが Cubase とか、あと Ableton Live、FL Studio ぐらいですかね。あとは Pro Tools とか、あとなんだっけ、デジタルパフォーマーとか、まあデジタルパフォーマーとかはほとんど聞かないですけどね。まあいろいろ、あるんですけど、大体でもこの4つが主流ですかね。ロジック、キューベース、エブルトン、FL、スタジオ、まあ、あとはあれか、そのプロツールスっていう感じですかね。なので、まあ、これは、全部パソコンの中に、ソフトとしてインストールするタイプの、ものですね。で、その DAW と、合わせてよく聞くのが、このプラグインって言われてるもの。で、これ、カッコでアプリって書いてるんですけど、まあ、要は、そう、アプリなんですよ。iPhone のアプリを、まあ、インストールすると思うんですけど、まあ、あんな感じで、こうやって、こう、シンセサイザーであったりとか、まあ、楽器のシミュレーター、
ギターとかドラムの音を録音してこの鍵盤で弾けるようにしたようなソフトであったりとか、まあこの辺はね、プラグインって検索すればもういっぱい出てくるんで、もうそれ見てもらった方が早いと思うんですけど、 あれかまあいいや、うん、とかあとエフェクター、要はエフェクターって音を加工するものですよね。音をなんかギザギザにしたりとか、あとこう残響をなんてお風呂の中でこう喋ったみたいにふわーっていうような残響を足してあげるようなものとか、まあそういうエフェクターとか、まあこうこんなのがまあほとんど、まあ主流とか、まあ大枠のその種類ですかね。シンセサイザー、楽器のシミュレーター、エフェクターっていうの、このプラグインと呼ばれるものはね。で、あとね、それとよく聞くのがこのオーディオインターフェースって何なのっていう、だからこのオーディオを、取り継ぐものみたいなイメージですかね。PC に音を取り込んだり、スピーカーへ出力する機械って書きましたけどね、あえてね、こう、わかりやすくするように。要は、これ、まあ、なくても、できるっちゃできるんですね、オーディオインターフェースっていうのは。ギター、自分が、まあ、ギター弾くじゃないですか。そうする場合に、そのギターをじゃあパソコンに取り込むにはどうするのっていうような場合に使うオーディオインターフェースとか、あと、パソコンについてるスピーカーってしょっぽいじゃないですか。だからそれを、まあ、外のスピーカーに音を出すために、このオーディオインターフェースっていうのを一回して、スピーカーに音を出すと。だからこのオーディオインターフェースとパソコンはだいたい USB であったりとか、あとそうですね、まあ、USB が、まあ、一番一般的かなってとこですね。で、接続して、まあ、要はその USB を通して音のやり取りをするという感じですね。だからまあこれなくてもできるっちゃできるんですけど、まあ基本的には最初に買うものかなと。いうことと、まあそのオーディオインターフェースと合わせて、モニタースピーカーって言われるんですよね。まあモニタースピーカーって何なのって言うと、まあモニターするためのスピーカー、そのまんま。まあ要は言うなればちょっといいスピーカー、音の、なんて言うんだろう、分離。音がね、これね、実際まあやっていく人は、どっかで感じることだと思うんですけど、僕も最初そのコンポのスピーカーでやってたんですけど、それからね、そのモニタースピーカーってヤマハのあの MSP っていうやつに変えた時に、もうね、音がね、一個それぞれの楽器、例えば、ギターであったりドラムであったりベースであったりっていうのがね、一個ずつね、それぞれの音がね、分離して聞こえるんですよ。一個ずつ、あ、これベースの音だ、ギターの音だって。で、ギターが、しかも、ギターがこの辺にいる。で、これね、下ね、今、こっちの画面見てくださいよ。ギターがここにいる。じゃあ、ドラムがこの辺にいる。じゃあ、ベースがここにいるとかっていうのまで分かるんですよ。だから、コンポのね、スピーカーだと、大体なんか、こう、楽器がそれぞれ固まった。楽器がこの辺にあって、バンドがこの辺にいて、で、それがボンって聞こえてくるっていうイメージだったんですね。それが、あ、すごい、ギターがここにいるぞっていうのが分かるっていうような感じ。もうね、すごい、これはね、革命的でしたよ。で、やっぱね、どんどんどんいいスピーカー欲しくなりますね。ここも沼がありますんで、気をつけてくださいというとこですね。で、あとね、よく聞くのが、ミディキーボード。ミディキーボードって何なのって言うと、ミディっていう、その、なんて言うんだろう。ミディって何なんですかね、音の情報ですかね、うん、なのでそのミディキーボードっていうのはその情報を送るだけで、その要は PC の中の、PC の音を鳴らすんですね。だからまあ要はコントローラーみたいなもんですね。ファミコン最近もうあれかね、ゲーム機のコントローラーって何も機能持ってないじゃないですか。単純に右押せば右に行くっていうだけの話で、これもドの音を、押せばパソコンの中がドが鳴る、要はゲーム機がドが鳴るみたいなイメージですね。で、こいつ自体は、音が出ません。
もうそもそも。もともとこいつらには音が入ってないんで、単純にその信号をやり取りするだけの、コントローラーっていう感じになりますね。だからこういうね、ここちょっと分かりにくいんですけど、こういうノブとかが いっぱいついてるんですよ、ポッチ。こいつらを要は回すと、そのパラメーター変えられたりとか、まあ、要はコントローラーなんですよね、単なるね。これだけでは音出ないと。で、あと最近、昔はね、ミディケーブルっていうのでやり取りしてたんですけども、最近もうほとんど USB をパソコンにつないだらもう そのまま使えるっていうような感じなので、すごい便利になりましたね。昔はね、もうなんか僕もね、もうさっぱり分かんなかったんですよね。この ミディスルーとかね、なんかね、どっちにつなげばいいんだよとか、ミディもうケーブルがごっちゃごちゃなんですよ、もう。でもなんか音もなんか遅れるし出ないしとかっていうので、ね、もう接続するだけでもう腹立ってやめてたみたいな感じのね、ところが最近もうほんとパソコンにね、 USB のハブ買ってきて挿して、もうそこに全部、もう基本的にもう全部機器をぶっ刺せばもう ほとんど使えるような便利な世の中になってるんで、もう最近はもうほとんど USB で接続するっていうですね。で、たまにね、Bluetooth で無線で、通信できるキーボードとかもあったりするんで、まあ用途によってですかね。まあ USB のやつが一番安いんじゃないですかね。はい。で、まあその MIDI キーボードで、じゃあ何を、操作するのっていうのは、さっきの、ところでも出てきたんですけど、まあ、MIDI っていうの情報ですよね。これ下見てくださいねっていうのはこう、これですね。で、これが要はここが鍵盤になってるんですよね。これわかり、あ、これあれか、こっち止めた方がいいかな。ちょっと一回これ止めて、これがね、鍵盤が要はこれが、こっち見てくださいよ。このスノコがちょっと出てきちゃったんだけど。こうなってんすよ。こう。こうね。こう。単純に。これが、これ、要は、この鍵盤が、要は横になったっていう状態。こうですね。で、こっちが時間軸。こっちが。わかりますかね？こう。こう進んでいくの。だから、これを、有効にすると、あ、違う。これを、これ今、ミファソラシドってなりましたよね。はい。そういうことです。ちょっと。要は情報ですね、音のね、情報、要は、音程、これが音程ですよね、ドレミファをどの長さ鳴らすのか、で、この緑、今緑なんですけど、この音をね、強くすると赤くなるんですよね。これ、分かりました、今。これ、ちょっと分かりやすいように、音が強いのが赤。で、青いのが、ちょっと音がちっちゃい。こんな感じね。うん。っていうのなんで、要は音程、音、どの音を鳴らすんですか、で、どの長さまで鳴らすんですか、じゃあその長さはどの強さで、どの音量で鳴らしますかっていうような情報がいろいろあるんですね。っていうのが、まあ、このピアノロール。だからこれがね、DAW のもう全てって感じですかね。もうこれがなきゃ始まらないというところなので、非常に重要な部分でもあり、奥が深いというところでもありますね。なので、まあ、これはね、ちょっとね、まあ、こんなもんがあるよっていうのを覚えておいてもらえればいいかなと思う。で、ちょっとね、続きで動画を、撮ろうかなと思ってるやつとかも、あるので、まあ、その辺でもうちょっと詳しく説明した方が分かりやすいかなと、思ってるので、ここは、まあ、こんなもんがあるんだというのを覚えておいてもらえばいいかなと思いますね。
はい。で、あと、オーディオデータ。オーディオデータっていうのもよく言われるんですけど、まあ、例えばさっきの、ちょっとこれは、こっちの、例えばこのビート。こういう、これちょっと、これでいいかな。じゃあこれがオーディオデータってやつなんですよね。この要はまあさっきの MIDI じゃなくてもう録音された音っていうようなイメージですかね。もう作り込まれた音。このさっきのこのド、ドレミファソラシドっていうこれの長さとか音程を録音したやつをがまあ こっちのオーディオデータみたいなイメージですかね。だからこのオーディオデータっていうのは細かいその音程は変えたりできないんですよ。まあできるっちゃできるんですけど、まあできないと。なんですけど、プロが作ったオーディオのループとかいっぱいあるんですよ。これも結局アップルのそのロジックにこんなんとかね、こんなビートとか自分で一からこれ MIDI で作ろうと思ったらもうめっちゃ大変なんですよ。大変だし作れないんですよね、そもそもパッドは。多分ねこれ10年ぐらい一生懸命やったらこれぐらい作れるかもしれないですけど、まあパッド初めてできるかって言ったらできないんで、このビートでもこれかっこいいですよね。ね、このビートがあればまあ基本ここにラップ乗せてもヒップホップになったりもね、したりもできるしっていうような時代なんですよ今。だからオーディオデータ、これから多分、MIDI はなくなりはしないんでしょうけど、やっぱオーディオデータの切り張りとか、オーディオデータを組み合わせて曲作っていくとかっていう方も増えてくるのかなと思うんですね。でね、あのメモリとかもいっぱいあったり、ハードディスク、まあ、SSD であったり、まあ、その辺も、安くなってきてね、容量大きいもので安くなってきたりもしてるんで、扱いやすくはなってきてるのかなと思うんですよね。だからまあこの辺、このピアノロールは MIDI を扱いますよ。で、オーディオデータっていうのは MIDI の情報じゃなくて、もう録音された音声ですよというところですね。その違い。で、あとこの、サブスクリプションっていうのが、まあ最近よく聞きますよね。まあこれはもう DTM だけじゃなくてもう世の中の流れですよね。サブスクとか言われますけど、まあ、月額課金が多いですよね。要は何て言うんだろう、まあレンタルみたいなもんですよね早く簡単に言っちゃえば月980円で、まあ聞き放題とかっていうのもまあもうサブスクですし、プラグイン、さっきのさっき上にも出てきましたけど、シンセサイザーとかもね、サブスクがあったりとか、あとこの楽器のシミュレーター、オーケストラの音源であったりとかっていうのは、ね、高いんですよね。もうほんと10万オーバーとかの音源とかも、まあ月500円で、使い放題ですよっていうサービスとかも結構出てきたりしてるんで、まあ各社、そうですね、多分どんどんこっちに切り替えていくというか、各社こっちに舵を切っていってるような感じはしますよね。なのでなんかどっちがいいのか分かんないですけど、まあ僕的にはやっぱ買い切りの方が、もうはっきりしてていいなと思ったりもしますけどね。はい。で、音楽を、作るにはというところになりますけど、音楽って結局、シンガーソングライターとかであれば作詞作曲ですよね。で、あとサウンドデザインとかコンポーザー、まあここは編曲にも関わってくるんですけど、まあ、要は作曲したギターアコギで作曲したやつを、じゃあどういう音で、どういう楽器構成にしようとかっていうのは、まあ、この辺りですよね。サウンドデザイン、コンポーザーの人たちがまあやったりすると
いうことですね。だから、で、その後、それぞれの楽器の音量調節っていうのが、まあ、ミキシングっていうのがあって、マスタリングっていうのが、まあ、要は、音源完成する前の最終の音量とか、まあ、もろもろのチェックですね。その音が割れてないかとか、まあ、音がちっちゃすぎないかとかっていうところを、まあ、最終確認調整するという工程で、最後音源が完成したら、ではレーベル、じゃあどうやってね、曲売っていくのかとか、あと知ってもらうかっていうのは、まあレーベルの役割ですよね。まあなのでこの辺を全部、DTM では一人で全て完結することができるということなんですけど、逆に言うとですね、一人で全部やらなきゃいけないんですよね。この大変な工程をそれぞれで、これそれぞれ一個作曲だけでもね、コードを覚えたりとか、ね、メロディー作ったりもろもろやったり、作詞についてはね、その単語とかいろいろどういう単語の響きがいいかとかっていうのも知らなきゃいけないし、サウンドデザイン、コンポーザーとかっていうところになると、まあ編曲も含めてやっぱりもうかなりの数の音楽も聴かなきゃいけないですし、どういう音が今最新なのかとか、まあじゃあジャズを作りたいから、じゃあジャズにはどういう音が合うのかとかっていうのもやっぱ幅広い知識と経験が必要になってきますよね。でミキシングも同じ、マスタリングも要はそれぞれプロでもう極めることができないって言われてる、プロの人でも極めることができないって言われてる工程を、まあ結局これ全部一人でやらなきゃいけないというところもあったりするので、まあ、沼は沼ですよね。で勉強することももうたくさんですよね。もうそれぞれだって一個ずつ、これ一つずつ取っても相当な量の勉強が必要というところが、なかなかちょっとね、難しいとこではあるんですけど、まあまあでもやってるうちにちょっとなんとなくできたり、まあとりあえず今回は作詞作曲まで、かっちりやろうと。で次はサウンドデザインもうちょっと凝ろうかな、でちょっと次からミキシングとかっていうような、こう徐々にやっていけばいいのかなと思うんですよね。なのでまあ一気に全部最初からできないんで、まあ、最初の方は、ミキシング、マスタリングとかも結局真似事的な感じにはなってくるとは思うんですけど、まあこれを一人でやるっていう、まあ一人でできるんですよね。なのでまあいい時代には、昔はこんなの一人でね全然できなかったですし、プラグインだってもうね、マスタリングとかのプラグインとかも安い、ウェブスとかもね、昔100万とかしてたやつがもう今10万とかね、ほんとそれこそ3000円とかで買える時代ですから、と、あとはまあこのレーベル運営ですよね。これも昔はね、自分の曲なんか発表する場もなかったですし、ね、今は YouTube とかサウンドクラウドとかもいっぱいありますもんね。だからそういうところで、どんどん、自分の曲発表していったり、あと Twitter で告知したり、っていうのもできる時代なので、まあとはやっぱね、音楽自体がやっぱりそのサブスクになってきて、その予算であったりとか、まあね、とにかく曲がその世の中に溢れてるっていう状況でもあるんですけど、まあ逆に言うとそんだけ曲が簡単に作れるようになってきたという見方もできると思うんですよね。だからまあ陶芸教室でお皿を作るように、DTM で自分の音楽を作るということが、まあ同じようにできるようになってきたのかなっていう印象です。なので確か前もちょっとなんか動画で多分言ったと思うんですけど、かなり DTM っていうのはおすすめの趣味でもあるかなと思うんですよね。はい。なので、まぁ、ちょっと、ざーっと、もう一個ずつね、これ説明していくとね、一つずつ、それぞれの項目で1時間とかなっちゃうと思うんですよ。なので、まぁ、ばーっといったので、ちょっともう、これもうちょっとよくわかんないんだけどとかっていうのがあれば、
まあコメントいただけたらそこで詳しく解説、しようかなとも思いますし、まあちょっとそれで足らないようであればまた別途それぞれ動画を撮っていけば撮っていければまあ分かりやすくなってくるかなとは思うんで、まああのちょっとここもうちょっと説明してほしいとかっていうのがあればコメントいただければと思います。でちょっとねこの学校では教えてくれない音楽っていうのはあと2つぐらいちょっと案があるのでシリーズ化でちょっとやっていこうと思ってますので、またお楽しみにというところでした。はい、じゃあ最後はあれかな、ちょっともう僕の音楽興味ない人はここで切ってもらっていいんで、これちょっと今作りかけのやつですけど聞いてもらいましょうかね、最初からね。ちょっとどんな感じか、こんな感じです。まだね、まだバランスもそうですし、ちょっとブレイクとか細かい部分、全然まだ調整してないんですけど、まあ、こんな感じでちょっとまたこれ1曲アルバムの曲になればいいなと思ってやってます。はい、というわけで、学校で教えてくれた音楽 DTM 編でした。